赤城は待つ。怪物へのアプローチ、交渉が成立するのを。赤城は怪物を想像する。やつか俺、どちらかが偽、偽りの部来。知らねえよそんなこと。まあそれはそれとして、本気か。考えてみな、誰が一番この勝負で負けることができないか。確かに。あんたたち何のんきにしてんのよ。お前か。おしゃべりしてる暇があるわけ？対策は？ああそうか。まずは特定の目しか出ないダイス。へえ。お次は赤外線塗料付きのトランプ。なるほど。そしてこれが私のお気に入り、単純な仕組みで効果は絶大、その名も南京虫。いける、これなら倒せる。何ずれたこと言ってんだよ。え、余計なことだ、破棄してもらって結構。まあそう言うと思ってたわ。それならそれで覚悟を決めていきましょう。まあそういうこと。皆様ようこそいらっしゃいました。会長がお待ちです。どうぞ。では遠慮なく。よく来てくれたわね。来たぜ、ぬるりと。決まる、どうであれ。余計な前置きはいらない。早いところを始めてしまいましょう。そうですね、始めましょうか。はい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 。なんだ、二人ともやる気満々で大変よろしい。誰だお前。まず賭け金なんだけど、すべてを賭けるって。具体的には何を賭けるのかな。あんか、どうすんの。あかげ、ここでの生活は楽しい？いや、全然。ここでの生活は楽しい？いや、全然。気に入ってもらえてよかったわ。え？百花王学園は私の作ったアクアリウム。なんでこう汚ねえかね、年食うと。にゃは、このギャンブルで負けた者は二度とこの学園の土を踏まない。そいつで合意？え？好きにしなよ。待って、おかしいじゃない。勝っても得るものがないなんて、それじゃやる意味がない。ああ言う通りだ。そうかしら。ギャンブルとは勝って得するためにやるものなの？当たり前だろ。深い二流だ。はあ？もともと損得で勝負事をしたことなどない。それでも私たちがギャンブルするのはリスクを負うのが楽しいから。さて説明を始めさせてもらうわ。ギャンブルの名は運命のタロットカード。様々な意味を持つ22枚のダイアルカナ。この中から3人が1枚ずつカードを選ぶ。ダイアルカナにはそれぞれ0から21の数字が書いてあって、これが得点になる。ただし引いた人間から見て正位置ならプラス、逆位置ならマイナスになるわ。なるほど。最終的に3枚の合計がプラスなら影の勝利、マイナスなら私の勝利。占いましょう。私たちが真実何を思うか、どんな結末を迎えるのか、運命のカードに委ねましょう。オッケー。じゃあ最後にその運命の3枚を誰が引くのかだけど。そうね、現在は影、過去は私としましょうか。いいよ。あと1枚、未来は俺がやる。あなた名前は？伊藤海二だ。俺自信があんだ。いいわ、影、未来はあなたが引いて。よっしゃー。さてと始めましょうか。俺たちにふさわしい最終戦。準備はオッケー。それじゃあ赤からまずは現在。一つだけ変更していただきたいことがある。このままじゃダメ、深い時間破滅しない。何言ってんだってめえ。つまりもし俺が負けたら腕一本差し出すってこと。ふざけろ、俺は絶対払わないからな。いいわ。はあ？第一、お前はそんなこと言う権利ないだろう。審判、セットに入ったんだぞ、認めるのか。オッケー。なに？その時はお互い覚悟しようぜ。誰一人まともな交渉には応じない。ま、この場面じゃこれしかないな。じゃ、カードオープン。ストレートに行くよ。引くチャンスはたった3回。初回から高いマイナス点なんて出したら目も当てられないが。正一の魔術師、得点はプラス1点。てめえ殺すぞ、殺す、殺してやる。大丈夫大丈夫、こんなこともある。焼かれろ地獄で。すべ
全てをかけたギャンブルにしてはしょぼい滑り出しかな。うるせえ、勝負は何が起こるかわからねえ。そうだろ。そうですね。黙れ。あんか口も聞きたくねえ。さあお次は会長、選ぶのは過去。影、あなた運命論は信じる？あらかじめ全ての物事はそうなると決まっているという話。興味ねえな。あんたは運も運命も信じてねえ。あんたが信じてるのは卓越した自分の能力だけ。実は俺もそうなんだ。結局のところ運命とは起きてしまったことをどう呼ぶかという話に過ぎない。あなたはこれをどう呼ぶのかしら。何？途切れた。生き残りのための最後の糸。もうどうしていいのか。俺には準備はいい？カリティ君、何か手がかりはないのか。あ、これって。考えろ、何かないか。この苦境からの脱出だ。突破、起死回生の逆転策は、策はないか。カジ、月の女神はいつだってその先にしゃがみ込んでいる。そうだ、諦めるな。諦めるもんか。最後の最後まで。どんな不運、月の正に見舞われても決して諦めない。ねじ伏せる。最悪の運命、境遇、あらゆる障害、全てをねじ伏せ。俺は勝つ。俺はそのために生きている。合計0点。よって運命のタロットは引き分け。どちらも合点を取らなくてもいいよ。よかったね、お疲れさん。やった、やった、勝った。カイジ、ギリギリもいいとこじゃない。お前の責任じゃねえの。確かにそうですね。まさか引き分けとはね。本当に運命論者になってしまいそう。そうなのか。この分ならきっとこの後はもっと面白くなる。ふざけんな。こんな地獄巡りはもうこりごり。じゃあ今日はこれで帰ります。俺もだ。じゃあな。俺は自由だ。ただいまをもって生徒会を解散するわ。私は生徒会長を辞任し、生徒会長選挙を行う。続行だ。ケチな展望拾う気なし。なんだ最後透明。つくづくワンパターンだな。ロン、この声。まだ終わってない。さらにバイプッシュ。さあ、駆けぐるみましょうか。